結構いい雰囲気のとこだな。何も知らないで来たけど、私こういうの好きですよ。千葉県の神社仏閣って独特の南国感があってね、結構好きなんですよ。さっきの動画でもご紹介したかもしれませんけど、那古船形のところにも面白い何神社っつったかな、まあ、その真言宗のところだったと思いますけど、いや真言宗なんだからお寺だわ、満腹寺かな。私料理に関してはなんかこうあんま論理的にやらないで適当にうまくできればいいみたいな運で作るところがありますんでね、まあ、これは卵焼きひっくり返るかひっくり返るのか分かんないけど、まあやってみよう、パーンぐちゃぐちゃみたいな、そういうことがよくありますんで、まあ、これでもしねここのこう加護をこうなんかこうもし受けることがありましたら、まあ、今度こう卵焼きこうフライパンでやるときにはね多少良くなるかもしれません。なんかこう書いてあるな、南房総ラバーズスポットって書いてある。ラバーってなんか労働みたいな感じがします。まあそれ違うんですね、それレイバーか、でもラバーだな、唯一の料理の神様を祭る神社です。彼氏の心をつかむならまずは胃袋をつかまくて、お考えの女子ならぜひとも参拝しておくべき場所だそうです。まあうちのこのチャンネルのね、あの千葉のこの動画をここまで見ている人で女子、あの彼氏の心をつかむ必要がある女子なんてのは、まあほとんど多分ね見てないと思いますけど、浴場になって、あ、うわいっぱい来てますね。まあ僕今日はそんな少ない方だ。あ、そうですか。このサメの波乗りだ。ここら辺このサメで撮った方がいい。はい、はいはい、あ、わかりました。あ、磯の香りがしていいですね。これ降りたらタクシーが砂だらけになるけど、まあそんならここで営業してるには折り込み済みだろうから、まあそこであって軽く落とすことにしますけど、あ、なんか良さそうな波が来てますね。台風の時でもね、まあまあなんか気にせずやってるなんて言ってましたけど、ウェットスーツ着て、本日は1月の14日です。寒くないのかね。親切なタクシーの運転手さん、いや良かった、ありがとうございます。おお、乗ってる乗ってる。あー、すごいね皆さん、こんなにいっぱいいるってのがすごいわ。3連休ですからね、時期的には知りませんけど、別に来るにはちょうどいい時期であるのはまあ間違いませんね。あー、これすごいわ。やっぱこういうタクシーが乗ってね、めちゃくちゃな観光もするとね、思い出がちょっとこう増えてメリハリができていいですよね。列車にただ乗ってるだけっていうのはどうも。ここは網かけてある、ここの荷揚げ場のところであるんですよ、はい、あー、そうですか。へえ。ここでほら今水揚げしてるこれ、はいはいはい、この場所で、ここでほらなんか今取れてる、ここなんかねやってますね、うん、で朝一応やって向こうで食べるというわけですね、うん、あー、なるほど。であれすれば大丈夫でしょうよ。あ、降りる時間まだありますか。ごめんなさい。あ、よかったよかった。ありがとうございます。もしね、ちょっとこれは熱回り、カハギのロールがうまいから。本当ですか、わかりました。ここは屏風岩だから、はい、屏風岩、ついでに見られるわけですね。あ、じゃあはい、どうで、ここですね、こんな風に製造直売カワハギアジクジラなんとか有限会社葉山商店って書いてありますけど、ここのカワハギが美味しいんだよと、教えていただいてね、こういうカワハギの焼いたやつね、これ美味しい、めちゃくちゃびっくりした。私はみりん味が好きでしたけど、甘塩味もあるそうですが、これでね、買って、2つぐらい買ってきました。で、これが屏風岩、立派ですよ。後ろもちょうど雲もね、今日は屏風のようになっておりまして、後ろの山も屏風、三重の屏風が並んでおります。じゃあもうここのこれが海底ケーブルの、そうだからここは電気は、はい、震災の時も電気止めなかったの。へえ、まあ、自家発電あるけれど、まあでもね、伝え限界があるんだろうから。いや、どうもありがとうございました。あの人にホーム上でも盛んにね物販をやっておりまして、まだ腕時計してくるの忘れたな。まあんなものはいつもしてないんですけど、最近では、物販もね、クジラのタレにビワジュースなど散々、買って、千葉県の観光のキャンペーンにも、キャンペーンで PR にもなればいいと思ったんですが、これ引き換えはなんか終わってたみたいですね。まあいいわ、いろいろたくさん買ったんで、クジラカレースティックだけは手に入りませんでしたが、11時26分なんだ、まだあと10分なのか、なんか慌てることもないな。お客さんもちょっと待ち時間が長すぎて飽きてんだろうな。いや、タクシーの運転手さんも親切な方でよかった。じゃあちょっとカワハギにクジラのタレにビワジュースと買いすぎたな。これから先勝浦でも、まあ、いっぱい買い物をしましょう。こういうの多分観光の PR の一環でやってるところもあるんだろうからね。
多分美味しそうに、これ全部美味しいんでね、紹介しておくことは悪いことではないはずです。ビワジュースに関しては飲んだことがないんで無責任なことは言えませんが、まあ、まずいものは売らないでしょう。多分生まれて初めて在来線の特急に乗ったのはあるんじゃないかな、多分さざ波なんじゃないかなと思うんですけどね。当時一波三系でしたよ、国鉄直行ね。その当時からこの駅は変わってないな、私が生まれる前から変わってないと思いますけど。お昼ご飯はですね、このチクラを出たら配られるんだそうです。特急日立のお弁当とかして全然日立関係ないんだけどね、まあ、関係なくはないのか。茨城も今日は通、茨城は通らないですね。まあいいや、お土産に買ったクジラのタレは私が3歳か4歳ぐらいの時に初めて食べたものですが、クジラの肉を天日干ししたもの、お酒のおつまみなどにふさわしいと書いてありました。家に持って帰ってまだ開けていませんが、今年3月の28日まで持ちます。つまり、大体2ヶ月半ぐらいは持つというわけで、それなりに保存の効くものです。こちらはカワハギのみりん漬け、これは確かこの旅行中にもほとんど食べきってしまったような気がしますが、カワハギをこのように干したもの、薄く甘い、醤油の味っていうのかな、そういうのがついてましてね、これもなかなか美味しくて癖になるものです。それからこれはビワジュース、ビワジュースは配布もしていたんですが、確か配布のチケットを私がなくしたか、いや持ってたんだけど、なんかもう私が遊びに行ってる間に配布は終わっちゃったんですよね。だからその代わりこれもらってきました、人工甘味料不使用です。千倉駅を列車出発、南房総市のこの辺りの方が、総出でお見送りいただいています。リゾート山田旅行では珍しい車内チャイムの音もします。確か鉄道消火と名鉄の乗降促進音、 JR 東海の乗降促進音と、それから JR 東日本の特急の標準チャイムの音色が違うバージョン、なぜこんなにいろいろあるのかはよく分かりません。特有の車内チャイムでリゾート山田旅行の楽しみの一つです。通過中の駅は千歳駅で、これは JR 北海道にも同じ名前の駅があります。カワハギを口に含みながら海の景色を見ます。といっても3人掛けの1人席は海側ではありませんので、私はデッキに立って、そして海の景色を眺めることにしました。ちょうどずっと進行方向の右側に海を見続ける格好です。内房線外房線ともに進行方向が途中で変わることはありません。この駅は和田浦かな、和田浦駅だったと思うんですけれど、この辺で降りてもまたなかなか景色が良く、どこで降りても楽しいエリアです。車内には対照的打って変わって吾妻線沿線のご紹介と書いてあります。リゾート山田旅行はもともと群馬県とか、まあ、その長野県の際の方まで走っていく列車だからです。今度この列車乗って大宮から草津温泉方面まで行くというのも楽しそうです。また現在は島温泉方面への観光アクセスの役割も担っています。途中これは何鉄橋って言ったかな、もう忘れましたけどね、太見と藁浦の間の駅、鉄橋だったんじゃないかな、総合川鉄橋でしたっけ、それは違うな、全然違うところだ。まあいいです、こういう鉄橋がある、それを過ぎると、もうそろそろで、阿波鎌川というところに近づいてきます。座席に戻ってきました。座席の上にはこんなお弁当が置いてありました。特急日立号のヘッドマーク弁当、鉄道マニアが喜ぶ鉄道グッズです。485系で運行されていた時代、国鉄 JR 初期の特急日立はこのように、国鉄時代からの梅の花をあしらった L 特急のマーク、これは中身は多分茨城県にゆかりのある日立牛とかそういったものが含まれてるんだと思いますが、確か定価1800円ぐらいだったんじゃないかな、結構高いお弁当ですが、それにはもちろん箱代も含まれています。イオン、昔はあれね、ジャスコだかサティだったと思いますけれど、それが見えますと阿波鴨川に着きます。あのイオンは結構便利でね、駅前で買い物などしましたが、その陰でいろいろお店が閉店したりしたのかもしれません。鴨川ではそれほど停車することはありませんでした。運転手さん、車掌さんの交代があったようですが、この駅は阿波小湊、駅前に美しい砂浜が広がっているところで、近くには誕生寺、鯛の浦などの名所もあります。ここで降りて見物をするのも楽しみですが、今回はこの列車はほとんど止まりません。また引き続き進行方向の右側に今度は太平洋が見えます。先ほどまで東京湾でしたが、その東京湾の外側から徐々に房総半島をぐるりと回ってきまして、今こちら側はまあ、真っすぐ行けばアメリカとかハワイがあると、まあ、極端に言えばそういう方向を見ているわけです。この辺りにはトンネルが多くなっています。今通過中の駅は滑川アイランド、滑川アイランドというテーマパーク、動物園、サファリパークではないけど、まあ、そんな感じのものが、この駅の目の前にあり、その名前です。
駅前にはこんな感じ、トイレが閉鎖されています。昔はあのトイレを利用する人も多かったのでしょう。現在はもうすべて閉園となり、なめがわアイランドの、通ずるトンネルも閉まってしまっていました。その先、上総興津の手前だと思いますが、このように頑張って崖のところへへばりついているクレーンが見えました。あんなところで頑張って工事できるんですね。なかなか房総半島崖だらけで大変なところだなと改めて思います。さて、ちょっとここは今トイレデッキのところですね。ちょっとトイレの匂いなんかも出てくるデッキだったと思いますけれど、お座敷列車時代から、そう、この 4% 合計リゾート山鳥というのはもともとはお座敷列車山並みせすらぎとして使われていたのですが、それと同じような仕様でドアのところにこのような簡単な、ベンチというのかな、それが備えてあります。なんでこんなものがあるかというと、まあおそらくはお年寄りの方がここへ着席して、それで次のトイレの順番を待つとか、そういう方への配慮なのではないかと思います。このお座敷列車というのはもともと高齢の方からの人気が非常に高い車両だったのです。それを転用改造したために当時の仕様がそのまま残っています。ご乗車ありがとうございます。あと3分ほどで勝浦に到着いたします。さて、列車は海沿いを、というか、まあ、海沿い際のところを崖を貫くトンネルを抜けるという方が正しいかな、あまり海は見えないのですが、抜けまして、今勝浦市勝浦に着きました。この勝浦市、目の前にはお土産屋さんとかがあって、周辺にも海中展望台とか、まあいろいろな楽しいところがあり、お魚もいっぱい、やっぱり名物はお魚というわけです。ようこそ勝浦、ぐるっと千葉の旅歓迎と書かれています。この駅ではまた改札の外に出ていいということになりました。ただ、さすがにさっきのようにタクシーで乗り回すほどの時間はありませんし、また勝浦駅周辺からはさっきの千倉駅ほどには乗り回すような行き先もそう近くにはありません。上総興津とか鵜原とかそっちの方に行くと、またね、海が目の前にあったりして楽しいですけれど、ここの名物は金目鯛のようです。伊豆半島も名物ですけどね。他には担々麺、これは最近開発したのかもしれませんが、なかなか人気なのだそうです。金目鯛、なるほど、これは確かに甘く煮つけると美味しいですよね。ただ今回はそういうものを味わう時間はさすがにありません。また今度の楽しみです。勝浦お土産、この看板がなんていうの、エモいと言えばいいんですかね。最近ネットではこういう言葉が広まっているようです。向こうにはラーメンスタンドというものがあって、あれが流行りの担々麺など出しているのかなと思いましたが、どうも見てみると担々麺を売りにはしていなかったようです。でも駅前でなかなかあれも面白いお店。さて、こちらクジラの大和煮と書いてありますが、これは先ほどの勝浦駅前のお土産屋さんで買ったもの。この中には牛肉が入っています。あとで何か、まあ、ビールというか、ノンアルコールビールなどを買った時に帰っていきたいなと思い、飲みたいなと思っています。駅前にある関東ふれあいの道と書いてある看板、次への参考に読んでおくことにします。外房線はこのように勝浦の海岸線を少し離れて内側を通りますが、その外側の海には様々な荒磯、美しい海岸、様々広がっていて、観光するのに最も好的なところです。外房線伏線記念と書いたこんなプレート、これは JR になってからですが、外房線のこの勝浦までの間、上総一宮との間が伏線ということになりまして、それに対して、まあ、記念のプレートということで、 JR 東日本への感謝もおそらくはその中に組み込まれているのではないかと思います。さて、13時19分発、まだしばらく時間はありますが、まあもう大体いいかなと思います。この団体列車、これからそのまま引き続き乗車、じゃあホームに戻って、ここでじゃあちょっと写真撮影などしようかなと、多くの人たちが、やはり乗客は鉄道マニアが多いですから、カメラを回して撮影をしているのが見えました。ようこそ勝浦へ。ここは毎年2月になりますと、3月だったかな、勝浦ビッグひな祭りといいまして、大量のひな人形を並べるお祭りをやることでも知られています。またその際にはたくさんの珍しい臨時列車が運行されることでも知られており、その時にはおそらくリゾート山鳥号なども抜擢をされるのではないかと思います。今回抜擢されるかどうかは私は覚えていませんが、しかしまたそのうちにこれが使われることはあるでしょう。お座敷列車花2号車と書かれたこの停止位置の案内、この車両はもともとやはりお座敷列車と同じ規格ですから、計らずもお座敷列車の停止位置にちょうどぴったりドアが用意をされているというわけでした。花号とリゾート山鳥は全く別の車両ですが、車両の規格、全般的な形は同じなのです。向こうの看板に見ている勝浦海中公園は、私が何度か訪れた楽しいスポットで、視聴者の皆さんにもこの辺りに来たらば、何か海を見物したいという時にいいアクセントになりますから、お楽しみいただけるんじゃないかとお勧めさせていただきます。さて、勝浦ではまた物の配布がありました。今回はちゃんと受け取ることができました。勝浦担々麺風味のベビースターラーメン、
それからこれが美味しかったカツオせんべい、塩味とそれからカツオの出汁がしっかりと効いていて癖になってついつい食べてしまいました。やめられない止まらないというやつです。列車が到着しましたのは大原です。通過してるのかな、この大原からはいすみ鉄道が分岐をします。先ほども確か五位とそれから木更津ですね、その2つの駅で皆さんにお伝えしたと思いますが、これらの千葉の内側へ向かう路線が分岐している駅のその中最後の一つ、3つの路線が千葉の内陸側へ伸びていますが、いすみ鉄道もまた大滝まで伸びています。その先しばらく走っていくと次は茂原、茂原もまたこのようにガスタンクがあって、これがシンボルになっていますが、何やら見慣れたようなキャラクターがいます。頭が星がついています。茂原駅もこの列車は通過、これは結構主要な駅で特急も停車します。ちなみに大原も停車する駅です。さてこの先大網から列車は東金線に入ります。しかしこの Google マップの地図を見ていただくと分かると思いますが、大網から直接東金線に入れるような形にはなっていません。大網駅の進入する手前東京寄りの方で線路が分岐をします。もう大網駅に入った時点ではこの外房線とそれから東金線との線路が分かれてしまっています。ですからこれから東金線に入るために一度大網駅を通過して、そしてその先にある本田の駅まで向かい、本田駅で停車折り返し進行方向逆転、そしてようやく東金線に入る準備ができるというわけです。もう一度これから先大網駅に戻ることになっています。その先は福田原とかね、あの九十九里がどうこうとかいう話以前皆さんにしたんじゃないでしょうか。あの快活クラブがあるのが福田原とかそういう話も言ったと思います。その先鳴門からは引き続きまた総武本線に入り、そして桜を目指します。桜ではもう一度進行方向を逆転し今度は成田へ向かう予定です。列車はその大網の駅を通過しました。カーブが美しい駅で、この駅で写真を撮るとなかなかかっこよかったような記憶があります。向こうに見えているのが東金線の方面へ続く線路です。このように大網駅を過ぎた先でようやくこの線路と合流をすることになります。ですからこのように大網駅は完全にホームが分かれてしまうわけです。ご案内いたします。ただいまこの列車は本田駅に停車いたしました。これより列車の進行方向が変わります。さて列車は本田に着きました。本田なのか本田なのか私はちょっとアクセントがわからないんですけれど、この駅で運転停車、ドアが開かない停車のことをそのように呼びます。そして反対側、あの列車の続行で出発をするようです。あちらの外房線はまあおそらくこれから先も、つまり東金線には入らないわけですけれど、あれの後ろにしばらく続いて走って、そしてその先、大網の手前でまた線路を左に切り替えるということになるはずです。途中の駅もまたさっき一度通過した駅を通過します。そして前に見えてきましたのが先ほどの大網駅、右側に行くとまた外房線に戻ってしまいます。これを左側に切り替えてまっすぐ進むことによってたった1本だけあります東金線への線路に続きます。ただし東金線の線路はこのホームからは2つあります。外房線に直通をできる線路が1つ、そしてこの駅で折り返しとなっているつまり行き止まりの線路が1つ、東金線ホームにもまたそれぞれ2つの列車が入ることができます。この駅から引き続き今度は単線になりまして、これが東金線です。東金線はおそらく千葉一周大回り乗車などをする際に皆さんご利用になるんじゃないかと思います。もしもこの大網駅を使わないとすると蘇我駅から蘇我駅までぐるりと同じように輪を描いてしまって悪名高い6の字乗車をすることになりますので、ネットで叩かれるかもしれませんから、まあ皆さんはお気をつけになられた方がよろしい。さて途中の駅、こちらは東金駅です。東金駅が東金市だったかな、その中心でして、ここへな、やってくる路線ということでその名前も与えられています。2番線と書かれたこの放浪看板の案内、かなり昔からあるでしょうね。こういう雰囲気私は好きですが、視聴者の皆さんはいかがでしょうか。ここではまた本日成人式をやっていたということで、多くの新成人、背広を着た人、袴を着た人、それからなんか首に白いモフモフを巻いた人などがいろいろと歩いていました。おめでとうございますと声をかけてあげようかと思いましたが、それはちょっとやめることにしました。うちの母から新成人を見た時はそういうふうに家と教育されていたのですが、いまだにそういうふうなことを私から言ったことはありません。さて途中4号車ですが、このような畳敷きのフリースペースがあります。ここは私結構好きなので、失礼、2号車だったか、その中へ入ることにします。ちょっとここは人気のスペースかなと思ったんですけどね、この時は誰もおらず、
まあ、座り心地はそんなに良くはないというか、まあ、畳なんで硬いわけですけれど、しかし悪くはない区間ですよ。でその2号車ですが、車内が大変広いということで知られています。この2号車はもともとグリーン車かなんかだったはずで、でその窓の間隔に合わせて座席を配置した結果、極端に広い座席間隔ということになりました。足を全力で前に伸ばしても決して届くことはありません。これだけ広いシートピッチはおそらく通常の座席のタイプをしている JR の列車ではもうこれしかないと思います。誰もやってこないので、このフリースペースでしばらくの休憩、ここでごろりと寝転がってしまうのも快適そうですが、さすがにそれはやめることにします。まあ、しかしお座敷なので寝転がらないにしてもこのぐらいのことはやっても問題はないはずです。畳敷きですからね。他のお客さんとか添乗員さんなども通りましたが、にこやかにみんなちょっと口角上げたりとかねしてくれて嬉しかったです。ただここでダラダラしていると普通のお客さんもこう通ったりとかしましてですね、この人何やってんだこんなところで靴脱いでということがまああるかもしれません。車内にはこんな感じ、これは群馬県の山々がかたどられています。さてそろそろ出発の時刻、ドアが閉まりまして、ここから先も引き続き東金線、この先鳴門で東武本線に入ります。鳴門ではまた19分の停車があるようですが、この列車のドアは確か開かなかったはずです。その先は桜で3分の停車、その先桜で進行方向を折り返すと思ったんですが、この列車は四街道まで行くようです。7分の停車、その後また折り返し桜を通過して成田に向かいます。成田からは成田線に入り上野へ向かうというわけです。その成田が近づいてきたことがよくわかります。ポーラーと書いてあって何なのかわかりませんが、ボーイング747、下は何ですかね、ボーイング787とかなのかな、全日空の飛行機2つ並んで飛んでいます。両方とも成田へ向かうものか、もしくは成田から飛んだものです。利用しよう町の玄関鳴門駅、もしかしたら鳴門駅も廃止になるんだろうかなんていうことはありましたが、そうではなく鳴門駅快速停車等促進協議会と書いてありまして、しかし鳴門駅には快速列車はほとんど止まるはずです。あれかな、もしかしたら鳴門へ向かう列車をもっと増やせとかそういうことなのかな。利用者が増えれば鳴門が便利になりますよ、そういうことをみんなで呼びかけているわけです。これはなかなかいい試みだと思います。さて鳴門駅にもまたこれ、各駅でこのように千葉の駅では案内がなされている、大きい駅ではなされているんですけれど、鳴門は千葉のここですよと、なかなかこれは分かりやすい形をしています。現在地と書いてありますが、またこれは1号がかたどられているのが分かったと思いますけれど、あのように鳴門の名物はイチゴ、そして今食べているのはカツオせんべいです。このイチゴですが、前一度買ったことがあったんじゃないかな、高かったですけどね、すごい美味しかったですよ。鳴門の駅から歩いてイチゴ農家まで買いに行くことができます。一度だけやったことがあります。鳴門から引き続き総武本線、そしてこのまま途中の桜を抜けます。桜からは成田線が分岐をします。今この駅は八街、特急列車も止まる駅です。八街倉庫というのは何なのか私分からなかったんですけれど、駅前を見てみますとこんな感じ、なかなか立派な倉庫が並びます。もうすごい古い倉庫もあって、すごいな。確かに八街へ到着するときは今後毎回しっかり目を凝らしておこうと思います。さて成田線が合流してきました。もう間もなく列車は桜に着きます。桜で折り返してそのまま成田線に入るんじゃダメなのかなと思ったんですけど、どうもそれではダメみたいです。桜は運行の期間の駅で、この駅で折り返すこともできるのですが、何かダイヤ状の兼ね合いでしょうか、保線車両のようなものが見えます。また向こうには桜運輸区の建物かな、国鉄の時代から使われているちょっと古びた庁舎のようなものが見えます。まあ今はもう庁舎とは言わないだろうけれど、列車が桜駅に入ってきて、この駅で少しの停車です。ここから先はまた別の動画にてご覧に入れます。さくら、成田、そして常磐線に入り目的地終着の上野までの動画はまた皆様に別の動画にしてご覧に入れます。ご視聴ありがとうございました。